ママだとアイドルのオーディションが受けられません。それでも私は本気で小さな頃から夢だったアイドルを追いかけています。エントリーナンバー312番、ママアイドルラムです。私は周りの人の支えのおかげで今の自分があるということにママになるまで気づかずに生きてきました。だから何度アイドルグループに入っても周りとうまくいかずに、全て半年以内で脱退していました。当時20歳だった私はアイドルという生きがいを失って人生に絶望していました。そんな時偶然今の息子がお腹の中にやってきてくれて私を生かしてくれました。だから私は息子のために生きるって決めて、自分が笑顔でいるためにアイドルをもう一度目指し始めました。この活動を通してたくさんの人にいつからでも夢は叶えられるって勇気を与えたいです。 Thank you.